しむチャンスになりそうか。うん、ビサロに合わせたゴールでした。いけ、こっち行け。あー、いいね。岸本いいね。いけ、来てこ。どうしたの。なんでよ。プラスパス、パー。おー、頑張れ。ちょっと早かった、遅かったか。爪のやつ
ここで試合終了のホイッスルです。清水の選手たちの表情が映っています。皆さん応援お疲れ様でした。今節も、結果的にスコアレスドロー0対0で、勝ち点1というところで終わってしまいました。先日 あのルヴァンカップで感動的な3対2で川崎に勝利したっていう、ところから、今日の試合に波というか勝ち癖をつけてほしいというか上昇してほしいなっていう、気持ちはみんなあったと思うんですけど、ゴールネットを揺らすことができず、得点が取れずっていうところで、引き分けになってしまいました。なんか本当に今回もシュートシーンはたくさんありましたし、決定機もあって、ここで決めてくれっていうシーンもあったりしたんですけど、大分の方はもう本当に守備がガチガチにというか、体を張った守備で、前コメントに結構皆さんくださってたんですけど、J2 になってきっと清水に対してドン引きしてくる相手もいるだろうっていうふうに聞いてたんですけど、今回が特にそれなのかなっていうふうに感じて、そういう守備に対して、どう対応していくかっていうところが本当に今後の課題なんだなと感じました。ただ、ゴールこそちょっとできなかったんですけど、今回も選手たちは一人一人本当にそれぞれの仕事役割を果たしてくれてましたし、特に今回は無失点で終えたのも、毎回そうですけど、高橋選手が本当に危ないシーンを助けてくれたのが大きいかなっていうふうに今回も感じました。そう、あとは本当に得点だけだなっていう、感じですね。特に後半、交代があったりして、最終的にサンタナ、最終的にサンタナ選手がのワントップでこんな形ですに収まっていたと思うんですけど、初め岸本選手サイドバックでやってましたけど、前のこのサイドハーフに上がって、そこをセンターバックに北爪選手が入って、そうですね。乾選手も交代で入ってトップ下で、中山選手が左側に行ったっていう感じ。特に、ここからもう本当に後半の、途中ですけど、攻撃力はめちゃめちゃ増したのかなって思いました。今回の試合では、岸本選手出るとすごいいつも意欲的なんですけど、特に本当にゴールの内側というかこのペナルティエリア内まで鋭く入っていって、自らシュートゴールを取りに行くんだっていうのが、そういう姿をたくさん見て、惜しいシュートが2本ぐらい本当あって、あと少しだなっていうふうに思うんですけど、そういう気迫を岸本選手からはかなり今日は感じられました。今後も、きっとそういう姿たくさん見れると思うので、ちょっと注目して見ていきたいなというふうに思います。それにしてもね、攻撃得点を取れなきゃってとこあるんですけど、早くて結構鋭くていい攻撃がたくさん生まれてたと思うんですけど、どうゴールこじ開けるかっていうとこだけですよね。でもそんなに悲観してないですし、今後
まあ、次の次回のダービーに向けても、絶対勝ってくれると思いますし、まあ、これから勝ち続けていくと思いますので、楽しみにみんなで応援を続けていきましょう。チャンネル登録お願いします。結構私もともと験担ぎだったりとか、まあ、食べ物でとかやりがちな性格なんですけど、まあ、今日はどうしても買ってほしかったので、お昼ご飯をサボテンっていう、カツ、とんかつ屋さんのカツカレーのお弁当を食べたんですけど、すごい美味しかったんですよね。カツ、もう一口カツっていうのが何個か入ってて、まあ、それにカレーが合わさっててお弁当になってる、テイクアウトしたんですけど、そうっていう原担ぎをしたんですけど、まあ勝てなかったので、もうしばらくはちょっとそういう験担ぎだったりとかちょっとやめようかなって思います。変にちょっと意識せず、素直に試合に向かいたいと思いますので、ダービーは勝ちましょう。